は2007年の日本チームの3分30秒17。大会記録は1989年埼玉栄高校の3分47秒10です。さあこれに向かいまして女子の 1600m リレー出場のチームと選手を紹介します。第2レーン伊勢崎清明高校群馬中川さん、勝沼さん、奥村さん、浅見さんで第2レーン伊勢崎清明高校。第3レーン国際学院高校埼玉宮井さん、ゆうやさん、小口さん、志田さんで第3レーン国際学院高校。第4レーン埼玉栄高校埼玉吉田さん、徳富さん、鬼塚さん、池田さんで第4レーン埼玉栄高校準決勝トップ通過。第5レーン聖学院大学埼玉三田さん、稲葉さん、本間さん、小野さんで第5レーンは聖学院大学。第6レーン池永理念総合高校埼玉鈴木さん、鳥居さん、荻野さん、石井さんで第6レーン稲葉学園総合高校。第7レーン成田高校千葉高島さん、鬼塚さん、岩倉さん、阿部さんで第7レーンは成田高校。第8レーン希望が丘高校神奈川木村さん、中辻さん、鈴木さん、春日さんで第8レーンは希望が丘高校団体で8位入賞のチーム。第9レーン富岡東高校群馬柳沢さん、中藤さん、川崎さん、野村さんで第9レーンは富岡東高校さあ高校8チームによりまして女子の 1600m リレーの決勝です。
皆様へのリレーです。そして久保学院高校代表走者鈴木さんがよろしくお願いしてさあ埼玉栄に迫るアンカー春日さんへのリレーさあバトンのところで一本一本と埼玉栄高校を早いピッチで追い上げてくる。さあコーナー出るところで逃げるのは埼玉栄高校青学院大学、そして成田高校。さあ3つどもえか。さあオレンジの埼玉栄高校、青は青学院大学、そして白の赤は成田。さあさあ残り 100m。 さあ最後スピードが最後持久力残ってない。さあ埼玉栄高校逃げ切りです。アンカー皆さん埼玉栄青学院大学成田と決めてきました。表彰の準備をお願いします。また8位までに入賞されたチーム選手にも